すげえ。こんにちは。こんにちは。阿部さんがやってきたのは山陽高校和太鼓部。1998年に創部されてから今年で25周年。4月から新しく1年生17人を迎え、現在33人で活動しています。国際民族芸術祭では世界7カ国で日本代表として演奏経験があるほか、お祭りやイベントでは年間60回以上ステージを作り上げています。今回の対決は何ですか？魂を打ち込め！リズムキープ対決です！リズムキープ対決、どういうことですか？一定のリズムでどれだけ叩き続けられるかを対決します。ちょっと待って、それマジで？叩くのはこちらの大太鼓。大きな音と地面を這うように広く遠くまで響く重低音が特徴です。今回は阿部さんに一定のリズムでどれだけこの太鼓を叩き続けられるかを対決してもらいます。はい、あ、バチを、この神聖なバチを。太いっすね、これ。太いね、これ。あ、でも結構これ来るんだろうな。え、これはちなみに太鼓によってはもちろん違う、そうですね、違ってきて、太さと長さが全部違います、ね、これがじゃあこの一番大きい方のバチで、叩き方のちょっとコツ、レクチャーみたいなしてもらえる。はい、持ち方なんですけど、これをもうこのままグーで、グーで見て、こっちを上でこう叩く。あ、こう肘はですね、やっぱこう円を使って綺麗に同じ場所に当てて、円を使うんだ。そうです、同じ場所に帰ってくるみたいな。わかります。まあ何はともあれちょっと一回やらないことには、ね、おお、すげー。でこれを伸ばしていくか、上にこんな感じで、どんな感じで叩けば、なんか奥に飛ばす感じ。奥に飛ばす。そうですね。このやっぱこの辺を叩く意識は。あとど真ん中はこの太鼓は牛の皮を使ってるんですけど、はいはい、これが背中なんですね、牛の。で真ん中がやっぱ引っ張ってるんで薄くなってて、うんうん、ちょっと横を打つのが基本です。ここをもう手広げて。はあ、だからこの幅基本はこの辺を。なんかもうちょっと思いっきり飛ばしてもいいかもしれない。あ、もっといっていい。はい、もっと力でこうっていく感じじゃなくて、こう綺麗に奥に飛ばす感じですね。すごくない？今の全然違う、まあ、力任せではない。さっき最初よりはちょっとなんか音がやっぱ厚みが出てきた。厚み出てきたよね、はい、とりあえずコツが今分かりました。今回は1対1のリズムキープ対決。先生の叩く一定のリズムに合わせてひたすら大太鼓を叩き続ける、体力そして精神力が求められる対決です。はい、ではいきます。お願いします。さあ、いよいよ対決がスタートします。大太鼓と向き合う男たちの真剣な眼差し、果たしてどんな勝負が繰り広げられるのか。先生のリズムに合わせて対決がスタート。両者ともに一糸乱れぬ見事な太鼓さばきを見せています。1分が経過しました。どちらもまだ譲らず。おっと、西谷君、阿部さんへ視線を送る。その姿は果たしてどう映っているのか。1分30秒が経過。徐々に表情が険しくなってきました。2分が経ち、どちらもきつそうな表情。阿部さんからは少し声も漏れている。限界は近いのか。さあ、果たして勝負の行方はいかに。レイ君の勝ちです。
これさあとまだ 1,2 分やるのこれ普通やったら30分はい、今30分やるの。あ、そうです。叩き続けるの。叩き続けます。うわぁ、いい、パンプアップしますよ。すごいパンプアップしてる。パンプアップしますよね。これいい、いい筋トレになりますよ。30分でしょ。ヒールでしてるわすごい。あのもう途中でちょっとあのバグってきて、で最後はもうあの何をしてるかわからない状態で、あれあれあれいやもう乾杯でした。ありがとうございました。ありがとうございました。